どうもこんにちは、ケイスケチャンネルのケイスケです。今日はですね、恒例企画ウィナーズ密着をしていきたいと思います。本日の密着する相手はですね、この方です。とうとう来たか。裏側をだけを密着するってこと？もう表も裏も表裏一体なんで、人生確かに。どうぞ。夫婦なんすかそれ。え、これ知らんの？知らないです。俺しか似合えへん作家ジャンキー。確かに。社団の時に来てた結婚式の、はい、スーツ見てない。今日どんな予定ですか？今日12時ぐらいから、はい、まず俺バイトの犬の散歩、はい、犬の散歩、マダムの犬の散歩するのが2時間あって、はい、2時間も、うん、4匹一気に連れながら。すごいですね。ゴールデンレトリバー3とチワワ1。チワワミックス犬って言ってたね。チワックス。チワックス。ダックスンドとチワワ。ダックスンドとチワワ。でもその、なんか、ごちゃってなってんじゃなくて、顔がチワワで、胴がダックス。羽生えて角生えてる。あ、すごいですね。そういう、で、マダムが飼ってるんですか？マダム飼ってる。で、3匹、ゴールデンレトリバーがいるんですか？の散歩が2時間あって、はい、その後は2時で30分だけ休憩あって。あ、休憩あるんですね。うん、で大体いったん16時頃にバイトあるの。何のバイトを？まあ、あんま言ってないけど、こんな裏でしか話せんねんけど、もともと俺トリマーやったやん。うっ、難しい犬とかもおんねん、切るの。ああ、そうですよね。それがなんかチワワとダックスのなんかミックス検査なんかね。まだ面白いね。なんかさっき聞いたな。ちょっと羽生えてる。あ、角も生えてる。それゴールデンレトリバー。ゴールデンレトリバー3オール。3オール。マダムの犬。それの髪切るっていうか。まあでも。夜で俺、夜。夜。あ、これ言っていいのかわからないけど。夜もなんかあるんですか？ちょくちょくホストやってんねんけど。あ、そうなんですね。うん、確かに売れそう。で、今日なんか予約入って、なんか結構太客が予約入ってるっつって。はい。で、なんかペット連れてくるみたいで。あ、そうなんですか、太客さんが。太客。ええー。めちゃめちゃ金使ってくれんやけど。ええー、めちゃくちゃいいですね。ペットがうち、あかん、うちっていうか、まあ、バイトでやらせてもらってるから、はい、あんまうちっていうの嫌やけど、はい、ペットあかんから、どうしても隠していかなあかんから、はい。オーナーにバレたらさ、そう、あかんやん。そうですね、あかんですね、さすがに。そうそうそう。だから、その店前でもくぐっとくかどうかしてんやけど、はい。一応犬4匹おんねんけど。おお、4匹いるんですね、その太客。太客が、はい、チワックスやろ。チワックスって言うんやけど。おお、どんなチワックスってどんな感じなんですか？顔が、はい、本物のチワワ。はいはいはい。で、胴がダックス。おお、ちょっと羽生えてる。あ、やっぱり。で、羽と角も角、下向きに生えてる。え、マスカーですけど、4匹中の、あ、残り3匹はゴールデンレトリバー。じゃあその太客マダムや。じゃあマダムじゃん。あ、そうなん。じゃあ今日俺マダムだし、ずーっとマダムいます。嘘や、最悪や。気づかんかった、これ話さな。あ、でも自分がマダムじゃん。俺、はい、マダム。確かに、ぽいっす。男マダム。はい、ということで、ZOZO パークに今日も着きました。今日はウィナーズの撮影があります。行ってきます。梅ちゃんの密着しているんですけど、梅ちゃんはどんな方ですか？トリマーやってますね。トリマーやってますね。うわぁ、梅ちゃんと最近ずっといますよね。もう1週間以上ずっと一緒にいます。何か見えてきた部分あります？あ、彼は、はい、頭おかしいです。てます。うわぁ、始めたのはいつですか？4歳、年齢9万、身長11、体重4、好きな女性のタイプ、おっぱい、好きな髪色、グロー、緑が好きですか？好き。ウィナーズ一番好きな選手は？一人もおらん。ウィナーズイケメンランキング第1位は？はい。ウィナーズ一番ブサイクランキング第1位は？うんぱ。うんぱいの好きなところ？おっぱい。ウィナーズ一番仲のいい人は？タカ。タカ君の好きなところは？ゴリラ。ゴリラの好きなところは？ローストビーフ。さしどうも、タカさん、最後一緒に、来たりしていますか？おがー
言ってた言ってた、おがあとやっぱ振り切らないな、ボレーなんか。うわ、見つけた。最悪や。なんかピッチ鳴ってる。お疲れ様でした。When you first said it was over, get over it. お疲れ様です。お疲れです。こっからは何をするんですか。もう家帰って。じゃあ今日ウィナーズのために東京来て。うん、俺ウィナーズのためにやってるからね。もうあと家帰って筋トレして走ってで、サウナ行って飯食って筋トレして。めちゃめちゃストイックっすね。そうかな、みんなやってんじゃない。ここ喫煙所の前ですけど。嘘、あ、やば。あ、お前、まあそんなタバコも吸わずに、やっぱり体のためにって感じ。俺ね、タバコとかはね、吸わない。2つだけ質問させていただきます。帰るなよ。帰るな、まだ。まあやっぱり梅ちゃんといえば牧くんだと思うんですけど、牧くんに一言ください。そうですね。一言ではやっぱり、何て言うやろう、収まるかわかんないんですけど。はい。まあ新しい言葉をあいつはこの世の中に残してるんですけども、おさまく。おさまくだなっていうのはありますね。おさまく。おさまく。最近話題のおさまく。そうなんですね。おさまくってどういう意味かわかる？お先が真っ暗。こうやっぱこういうのを思いつくのがやっぱ天才やなって。人様に対してお先真っ暗って言える発想を略しておさまく、おさまくってこう言えるのはやっぱすごいなって。確かに。やっぱ今後も一緒にやっていけるならばそこかなっていうのはありますね。なるほど。おさまく、おさまくやなって。なるほど。おさまくこういうのことを思いつく発想がやっぱり素晴らしいなって。最後に梅ちゃんにとってウィナーズとは。まあ深いっすね、それは。まあ生きがいですかね。生きがいというかもう生きてるパンケーキ。おっと、まだ帰んないぜ。いや、もうこう最後怖い話でもしていい？この前、友達から聞いた話なんですけど、ある学校で、白い服着て、ナイフ持ったお化けが出るって言われとって、こういってたら学校があるんですよ、でもここ T 字になってて、こう行ってる時に車のライトで中見えるんですよ、あれおらんなーって曲がって、でもう一周してパーっていったら、あれおるんちゃうか、あれ奥にみたいな、2、3人が気づいて、じゃあもうそのまま車止めて
電気つけっぱなしで、で何か降りて行って、はい、やめとけとか言うて、降りたんです。でもみんなで行こうってなって、みんなで行って、あれやっぱおるんちゃう、あれ白い服着て髪長い包丁持ってる、えって、近づいてったらおって、ん、うわ包丁持って、それなんかそこで自殺したお母さんやって、ガチなやつ、めちゃめちゃ怖いし、なんでその話言いました？めっちゃ怖い、めっちゃ怖いって。実際一番怖いのは人です。怖ー、何この終わり方。ということで、この動画いいと思ったらいいねとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。